こんばんは、山城と申します。今ね、びっくりしたんですけどね、今日はですね、そうだ、ニコ動のね、プレミア会員登録をね、しようという動画を作ろうとしたんですよ。作ろうとしたんですけど、今ね、収録終わったはずなんですけどね、録画ボタンが押せてなかったんですよね。やっちまったー。ということで、実は会員登録の仕方とかをね、いろいろと説明をしようと思ったんですけど、登録の要はクレジットカードの登録とかね、全部ね、終わっちゃったんでね、簡単に済ませますわ。2分でわかる、ニコ動プレミア会員登録にしましょうかね。2分、2分。もうあと1分しかない。簡単に言うと、プレミア会員になると、動画のね、視聴制限とか、そういった、混雑時のね、視聴制限とか、ライブ放送とかも、低画質になったりとかっていうのがないですよって、いうのが、売りなんですけど、実はこれ、動画投稿者にとってもいろんなメリットがありますよと、いうところがありまして、簡単に、出しとくと、どっかに残ってないかな。簡単にまとめておくと、動画投稿のね、本数の上限がなくなります。今回ね、それがしたかったっていうのがあるんですけど、普通はね、フォロワーさんが増えないと動画の投稿本数の上限が増えないっていうような感じになってるんですけど、それがプレミア会員だったら、もういきなり動画をね、ドカンと出します。で、うちの場合はもう1000本以上の動画のストックがありますんで、それを使わせてもらおうということなんで、もう一気にね、まあ、先手を打ちたいなっていうのがあるんで、コンテンツ量を増やしたいっていうのがあるんで、プレミア会員にしたいなっていうのがやりました。他にもね、例えばサムネイルの作成とか、まあ、結構 YouTube だったらね、一般の人でもね、でもできますよっていう機能とかも結構プレミア会員でできますよっていうようなね、流れとかがあったりしますんで、そのあたりがね、あります。まあ、不便じゃないかというね、いうところもね、感じる方もいるかもしれませんけど、まあ、変な話、これが500円でできますよっていうのはね、ワンコインでできるっていうのはね、非常に大きいです。550円かな、税込みで、っていう形でございますので、簡単に登録もできますし、これで、できるようになってますということでございますね。まあ、登録はね、簡単にこのあたりにね、今ちょっとなくなっちゃいましたけど、プレミア会員登録してくださいってね、ボタンがね、あちこちに出てきます。それのどっかね、ポチッとしてね、そっから登録ってやったら、またね、もう、登録してくれるの、本当ありがとう、もうすっげえわかりやすくね、もう、クレジット番号とかね、パパッと送ってきたらね、はい、もう登録完了、ありがとうってね、なりますんでね、非常に簡単にできますんでね、ぜひ皆さんにもおすすめですということでございます。最悪20分かけて撮ってたのに、もう。っていうことでございますね。この辺を20分説明してね、撮ってた動画が全部おしゃれだったんで、これだけ説明して、今回は動画を示していっていただこうと思います。ということで、プレミア会員になりました。ニコ動さん、さあ、よろしくお願いします。こんな感じで従順にね、プレミア会員になってね、まあ、YouTube 始めた時にね、転職して、収入がガクッと減った兼ね合いでね、ちょっとプレミア会員から遠ざかっておりましたけど、今回はね、あとプレミア会員に登録しておくと、その収益プログラムの申し込みがめちゃくちゃ楽になります。決済関連のやつが全部入力が完了するんで、その支払い用の決済登録ができてるんで、変な話、あとはそれ逆になるだけですんで、非常に楽にできるらしいんで、そのあたりの説明を次回でやろうと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、もう今回はこれだけ終わります。以上です。ご視聴ありがとうございました。320何十分喋って、もう8時じゃん。もう